起立。お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田和高です。今週も上ジョビ心の授業講演会のメインゲスト、侍ジャパンでヘッドコーチを務めた白井和幸さんがしてくれた貴重なお話の続きです。先週はヌートバー選手の全力プレーがチームの空気を変えたというお話をしましたが、白井さんはもう一つ侍ジャパンが優勝できた意外なターニングポイントのお話をしてくれました。それは第3戦のチェコ戦です。チェコの選手は全員本業が別にあるんです。学校の先生だったり弁護士だったりお医者さんだったり消防士もいたんです。野球だけやっていた選手じゃないんです。だから選手たちの間では3戦目チェコでよかったね、疲れも溜まってきてるから今日はコールドで早く終わって体力温存していこう、多分日本中の人がそう思っていたんじゃないでしょうか。しかも先発は佐々木朗希投手です。打てるわけがないと思ってました。ところがかすりもしないと思っていたチェコの一番バッターが佐々木朗希選手の160キロの速球をチップします。2番バッターはなんとレフト線にツーベースです。ベンチではお前に飛んだよとヒットだよすごいねなんて声が出ます。ストレートを打たれた佐々木選手はフォークボールを使いました。最初は全く当たらなかったのがだんだんフォークにも当たるようになってきたんです。ベンチの空気が変わってきます。あいつらすごいね、必死だよ、食らいついてきてるよね、向かってきてるよね、俺たち全力全力って言ってるけどただ言ってるだけじゃない、あんなに気持ち込めてやってる俺たち。佐々木投手もストレートも打たれフォークも当たるようになり、仕方なく厳しいインコースを攻めたらデッドボールです。162キロの速球が膝に当たったんです。日本ベンチでも鈍い音が聞こえたそうです。普通もうプレーできないです。でもあの選手は立ち上がったんです。立っただけでもすごいのにファーストに歩いていきました。その後なんとライト方向に向かって全力疾走したんです。観客から大きな拍手が沸きました。気がついたら日本のベンチみんな立ち上がって拍手してたそうです。侍ジャパンはチェコの選手に全力ということはどういうことなのか気づかせてもらったんです。白井さん、この試合が侍ジャパンにとって大きなターニングポイントになりました、そう教えてくれました。続きは来週です。お楽しみに。聞き逃してはいけません。